してたつもりですけど、やはりその腰の入れ方、それを月に伝えるやり方っていうのがまだまだ下手くそだなと思うので、ちょっと先生に教えていただきたいと思います。まあ、それね、やっぱりやるんですよね。腰を入れるのに下半身のジョイントだけをつながらせるのでは、はっきり言うと中途半端ですよ。だから体のトップから全部がやっぱりこう一つにならなきゃいけない。だからそれにはみんなやっぱり朝晩から来るんだけどね、はい、武道の突き、武道の蹴りをっていう意味、これはやっぱりうちの陰の技を使わないと、長野さんに言っても、はい、センターの時点、体幹の中心になるものを崩して、はい、どんなやつに立って音だけですよね。だからやっぱり正しいこのあれを持って、はい、私はよく表現するのは拳一つ、はい、その本人の体から出る足一つ出る感覚気持ちで、はい、突いたり蹴ったりすると、はい、一発で倒れる技が可能になるんじゃないか、うん、っていうのが私の自説なんだけど、一つ出して、それで連続で、いや、まさに僕が覚えているその、うん、矢口先生の M で印象に残っているのが、ついた時と蹴りの時にこの道着のこの部分が動くのがないっていうのをポンって、うん、だから、ああすごいなと突き抜けてるなと思って、まさに伝えてる感じですね。びっくりしました。だから私は常に蹴ってもついても打っても、この受けても例えばここにピシッと受けたという、はい、こっちを受ける気持ちになっていってこうピシッと受けるんだけどね、はい、うん、とにかく手一つターゲットから出れば、それを積み重ねれば一発で食べれるって技が出るんじゃないかな、できるんじゃないかなという信念のもとに一生懸命やって今まで稽古してるんだけどね。やっぱり当て方がすごく上手だなと思うんですね。その人体に対してどうやって一番効く突きをされてるのか、やったら突きをしたらこう繋がるのか、相手にこうダメージを与えられるのか、実際に物を当ててきた人、それから正拳の距離、打ち方、それから与え方っていうのはやっぱりしっかりこう稽古されて練られた方っていうのはすごいなと、僕は全然できないなと思ってるんで、そういうのも先生も本当にもうここからうねるように入った突きを覚えてるので、インの技を使わなければ表の技だけじゃ一発で倒れる技はできないですよ、はいはい、うん、だからやっぱりね、あ、つけるかなっていう感じでしたときはやっぱりこうプッタン引いてますよね、はい、だからそれとやっぱり私ね、仲間から言われて、お前体がちっちゃいんだ、俺もちっちゃいんだ、だから力の成長を早くしない限り大きい人とまともにぶつかったら負けるよって言うんだよね、はい、でどうすればいいんですかって言わない、体の振動使えばいいんだよって、振動だ何ですかって言ったら、お前バカかって言われたら、ザルにつないでね、こうやって見せるわけですよ、はい、正面に一番楽な立ち方でやろうとするだろう、はいはい、まあまあそれはそうですよね、やりやすいんだろうと、だからね、この平行出しだけで、前で練習したって、人間ターゲット動いてんだからな、はい、だから、遠回りになるときもあるし、はい、近回りになるときもあるし、だからそれどうするんだ、だから、いやだから空手には自然の立ち方があるじゃないですか、はい、ね、遠回りなら全部つなんで、前に相手を追っちゃうし、はい、横ならね、気持ちが走る、スライスしながら使っちゃうし、はい、あるじゃないですかって、ね、あんたそれ使えばいいじゃねえか、うん、だから私は振動を使おうっていうのはね、もう60何年やってますよ、はい、で結局言われてね、力の集中早くなるんですね、チェッ、チェッ、
それで早くなったからってこうやって取られてバラバラになっちゃうだから、それやっぱり全然決まらなきゃならない。このしっかり土台でキャッチをする、これを常に床に埋まった気持ちね、これでもうこの日高さが常に埋まった状態で本当はこう、こう入る、右から左に入る、左が今度右になる、これは2でやるんじゃないんですよね。1、2じゃなくて、この2を1で、最初のことでぶつける、その反動によって自然に帰ってくる。それにはただ腰をとか肩をあの反対方向に押しフォッと押し出してやる気持ちになれば、はっきり言えばこれは できるわけです、はい。まあ、大会出るんだったら勝ちたいじゃないですか。でも例えば本当のインっていうのをやってしまうと、実は審判の方に分からない時もあって、あの用を使わなきゃいけない時もある。でそうするとやっぱりせっかくバイブレーションっていうのを使っていても、ここはこうつながってないので、うねりじゃなくてこうカチッカチッカチッってこういう、例えばこういう動きなんです。これ見栄えはもしかしたら大会ではいいかもしれないし、審査でもいいかもしれないですけど、自分でやっててもここにつながってないなって分かるわけですよね。ですからそういうのをあのやはり大会に、若い時に大会に出る人はそれに集中したらいいし、でもそれが終わったらちゃんとしたその本当の意味での、あの武道的なうねりとかバイブレーションっていうのを、あの振動っていうのを使いたい、作りたい、ね、練り上げたいっていうのなので、あの当然あのインを使ってるとね、要は自然に生きてくるんですよ、はい。だから外で見て、あバラバラで、まあ、今中村さん見て、なんだ全然これ手足バラバラじゃないかっていうのは、はい、やっぱり陰の気持ちのセットができてなかったんだよねと思います、はい。だから、ね、あの私いつもね関係が向いた時にやるんだけど、やってみるんですよ、はい。もう前屈だったら気晴らし、三鎮だ、もう体の立ち方で基本的な立ち方を全部使ってこれを使ってみる、はい。そうするとあのどういう例えば入ってくるとこう、はい、ついちゃう。その時このちっちゃいモーションの中にやっぱり、はい、これをピシャッ入ってくるんですよ。今ねめちゃくちゃ痛いですよ。パチンっていうのが。あのだからやっぱり、なんか外で死んでますよね。もうそういう人はやっぱり陰の技を使って気持ちを集中セットしないからそうなるんですね。やっぱり昔から言われてるあのうねりと全部を利用して一点集中っていうのは、もうヤン先生はもう本当にもう僕が覚えてる限りずっとそれがあのそれを見せられている方で、ビシッて全部がこう来る感じです。やっぱり僕らのっていうのは情動してもずれてるので、こう例えば 100% いかなきゃいけないのに、やっぱりここはここで例えば100寝れたとしても少なくなってくるんですよね、はい。180、60、50、40で結局ここを使っちゃってこうパーンって打っちゃう。これはもう振動になってないし、うねりにもなってない、うん。でも言ったらあれですけど、年齢が2倍違う先生の月が僕の月の何十倍も痛いわけですよね。もう突き抜ける感じがするんですよ、内臓が揺れるような。それを本当に見せていただければ、もうこれはもう武道の原点であり、多分こう難しいからこそなかなか消えていってるとおかしいですけど、習得されにくいものだと思うんですよね。ですからちょっと本当に何回か見せていただきたいですね。裏突き、縦突き、直突きと何発かずつお願いします。